もご視聴ありがとうございます。今回は2022年11月に箱根にドライブに行った時の様子をご紹介します。この日の目的はこの箱根ターンパイクにあるアネスト岩田スカイラウンジで開催されたアバルトコーヒーブレイクを見学すること、もう一つは芦ノ湖スカイラインのレストハウス富士ビューのラジコン広場に遊びに行くことです。登りながらご紹介していきましょう。渋滞が心配だったのでかなり早く家を出て、ターンパイクの入り口に着いたのはまだ8時前でした。ちょっと早すぎかなと思ったらですね、ちょうど料金所前にフェーズ1の、ね、ロータスエリゼの皆さんが集まっていましたので、ちょっとお話しさせていただきました。ご好意でシートにも座らせていただくことができましたが、この車はバケットシートがついてて、自分のヨーロッパよりも乗り降りが大変なのは意外でした。しかし座ってしまえばポジションは素晴らしくて、これは走らせると一体感があって面白いだろうなとは感じました。ターンパイクを登って途中の有名な保存スポットになっている駐車場に入ってみましたが、ポルシェや BM の集団でいっぱいだったので、ドライブスルーペナルティのように通り過ぎて先に進むことにしました。まだ時間もありますので、頂上の少し手前にある駐車スペースに停めて、眼下を眺めてみました。いやー、雲海が非常に綺麗ですね。さて、まもなくアバルトコーヒーブレイク会場の体感山レストハウスです。このイベントはその名の通り、アバルトのオーナーやファンの皆さんのために2021年から各地で開催されてまして、今年は、岐阜、鹿島とここ箱根の2カ所で行われてます。箱根は当初9月の予定でしたが、悪天候のため延期となって、この11月末の土日に改めて開催となっています。自分が行ったのは2日目の日曜日だったのですが、この日は映像でもお分かりいただける通り素晴らしい好天で、風もほとんどなかったので、秋も終わりの標高が高い場所というのに、日中はパーカー程度で過ごせるという最高の日になりました。ただ前日の土曜日が雨混じりだったためか、アバルトだけでなく大勢の車好きの方が箱根に繰り出していまして、自分が到着したのはまだ朝の8時過ぎぐらいだったのですが、体感山の駐車場は大混雑で、すでにほぼ満車の状態。自分はイベント参加者なので、貸し切りになっている奥の駐車場に止めることができましたが、ここもすでに8割方埋まってまして、しばらく経ったらもう入場待ちのアバルトが列をなしている状態でした。はい、無事に止められました。自分の車はパンダですが、アバルトはフィアットグループですし、アバルトのステアリングもつけているので参加資格ありでしょう。このイベントの前にホームボタンをアバルト仕様にして、リアウィンドウにもステッカーを追加して、ちょっとだけアバルト濃度を上げました。まだ時間になってない。色とりどりのアバルトが並んでます。動画では隠しちゃってますけど、感覚的には半分以上の車のナンバーが595か695でしたね。皆さんご自身の愛車や参加された皆さんの車を眺めつつ談笑されていて楽しそうでした。古いアバルトももっと見られるかなと思っていたんですが、ほとんどが現行モデルで、自分が会場にいた間に来ていたのはこの、昔の595と駐車待ちしていた1000ビアルベロぐらいでした。パンダは他にもう1台来られたのを見ましたけれども、満車だったんで U ターンしてそのまま帰られてしまいまして、ビアルベロもなぜか駐車場が空いたタイミングで帰ってしまいました。
ラウンジの様子です。入り口でキーを見せて受付を行い、記念品をいただきました。コーヒーとアバルトのサソリマークのついたクッキーのサービスがありましたので、こちらもいただいております。あと SNS に投稿するとなんか特典があるとのことで、早速投稿を行いまして、サソリのキーホルダーをいただきました。すいません、 SNS ってこういうので言ってよろしいですか？ありがとうございます。ラウンジから駐車場に戻ったところで、はい、参加者の方から声をかけられました。そうです。あ、自分ね、このチャンネルをご覧いただいている方で、ロータスヨーロッパも所有されているとのこと、ありがとうございます。こんな弱小チャンネルですが、最近このようなこともたまにあるようになってきました。まあ、噛みついたりしませんので、見かけたらお気軽にお声掛けください。ありがとうございます。楽しみに見てます。ありがとうございます。ということで、記念品もいただいたし、駐車待ちの車も多いし、こっちはまあアバルトでもないので解散することにしました。ここからラジコン広場が開催されるフジビューさんに向けて移動します。さすがにね、こういう日だったので、途中何台ものアバルトとスライドしました。芦ノ湖スカイラインに到着しました。料金所を出てすぐ真正面に見えるのが富士山。ここは景観もよく気持ちよいコーナーが連続するワインディングロードで、駐車スペースも途中にね、いくつもあるので、自動車雑誌の撮影なんかでもよく使われているかと思います。ラジコン広場が開催される富士ビューさんは、この芦ノ湖スカイラインにあるレストハウスです。車関係のオフ会の会場になることも多いようで、車好きにはかなり有名なスポットではないでしょうか。箱根川の入り口から入って数キロ走ると、左手に富士ビューさんはあります。到着しましたので入っていきましょう。ここの駐車場の一角に簡易コースを作って、ラジコンを走らせて楽しもうというのがラジコン広場です。月1回ぐらい開催されています。以前も一度伺ったのですが、その日は天気が回復せず走らせられなかったので、今回がリベンジになります。ちょっと到着が早すぎたようで、まだコースの準備ができていませんでしたので、まずはここからの絶景を楽しみたいと思います。奥に白いロータスヨーロッパが止まってますね。こんにちは。見せていただきます。休憩中だったんですが、オーナーさんにお声掛けしてちょっとお話しさせていただきました。お休み中のところありがとうございました。気がつくとラジコン広場の常連さんと思われる方がコース撮影を始められましたので、お手伝いしました。と言ってもね、まあ、どうしていいのかよくわかんないので、ほとんど戦力にはなりませんでした。コースも完成しましたので、早速走らせてみます。ラジコンはいつもただね、空き地を好き勝手に走らせてるだけで、決められたコースを走らせるっていうのはほとんど初めてなので、かなり難しかったですね。もうライン取りがどうのこうのとかいうね、レベルには達してなくて、コースを外れずぶつからないように走らせるっていうだけでも一苦労でした。全然まちゃんとできない。自分はシャーシー3台とボディは手持ちのものを全部持っていったんで、それをどっかへ引っかえ走らせました。まあ、別にボディによってね、走行性能が変わるとかそういうことではなくて、ただいろんなボディで走らせたいっていうだけなんですけど、他の参加者の皆さんも個性的なマシンを準備されてましたね。これドリフト用ですね、はい、ドリフト用のゴムタイヤみたいな。うわ、曲がんねえ。
あ、すいません。いや大丈夫です、ね、すいません、これ邪魔してすいません。すいません。この日は他の用事があって夕方までに地元に帰らなければいけなかったので、食事をした後に早めに引き上げさせていただきました。今回参加されていた常連の皆さん、自分のような慣れてない素人にので非常に親切で気持ちよくラジコンが楽しめました。途中クラッシュして走行不能になっちゃったんですけども、手持ちの、ね、部品がないかみんなが探してくれまして非常にありがたかったです。常設コースではないのでいつでも走れるわけではありませんが、まあ、タイミングが合えば箱根へのドライブがてらぜひ寄ってみてください。開催日程は富士ビューさんの公式サイトやツイッターで確認できると思います。もちろんラジコンなしでも広い駐車場から眼下の絶景を見るもよし、美味しい食事や飲み物を楽しむもよしです。概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ、見てみてください。富士ビューさんも公式のね、YouTube チャンネルありますので、そちらの方もぜひご登録お願いいたします。はい、ということで今回は箱根のイベント2本のご紹介でした。箱根ターンパイクも芦ノ湖スカイラインも結構霧が出ることが多いんですよね。今回は霧に全く合わず絶景を楽しめて非常にいいドライブになりました。またこういう天気のいい日にドライブに行きたいですね。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。